はい、それでは本日もこちらをやっていきたいと思いますが、ちょっと。まあ前回やられたんで。で、ユニット選択、せっかく10万かけて、強くした、クラスチェンジしたマシュート・ラガルドですが、正直通用しない。で、アイテム整理でアトスに。サイレスとバーサーク。であとはヒースを持っていってこれでいきましょう。で、まずはもう一回あれが発動してくれるか否か。必殺が出てくれるか否か。ダメか。待てよ。勇者の弓も持たしとこう。で、ここで必殺が出てくれることを祈るだけだ。
ダメか。そっか。そもそも、ああ、そっか、マップに進むができねえんだ。行くぞ。並べ替えができないんだよな。で、この状態でレベッカ選んで。この状態ならこいつに2連続の。で、あとはセーラでハマーンでバーサーク復活させて。待てよ、よくよく考えたら。どうせあのままじゃ積んでるんだし。
にこいつをぶつけてから。しっぱなしだから一ターンでこいつを撃破する方法を少なくともこいつ相手に一ターン耐えられるやつが こいつを一旦出させるようにして、サークで95を外す。ちょっと待て、そんなんが。見よけてくれた。少なくとも引っ張り出せば いくらでもやり方はある。避けろよセーラー。引っ張り出すようにして、でやつの攻撃範囲内に、まあヘクトルなら大丈夫だろう。でハマーンでバーサーク復活させて、
なんで、あとはアトス、バーサーク。これ、行動メンバー選んだ時点で一回確実に、こうなるって決まってんのか？ 95% を2回連続で外すか、普通。だったらもう一回。よし、決まった。実質的に 50% じゃねえか。じゃあもう一回、今度はアトス、サイレスを、よっしゃ、決まった。これでとりあえず上の脅威もだいぶ減った。じゃあこっちでとりあえず、ヘクトルをおとりでこっちに一つ出しといて、
ザーブで。素直にこいつらは一旦はこっちには攻撃してこないから、出せばとりあえずは。要はああいう狭いところで移動の自由が効かないときにいろいろされると、せえ厄介だけど、こっちに引っ張り出してきて全員で攻撃すればそれほど苦ではないと思いたいけど。あと3ターンはこいつらはおとなしくしているから。
スハスターを。受け取って、次にそのレイクスハスターで。で、続いてはアーリアル、アルジロエ。アルジローレだった。まあどっちでもいいや。うん。必殺。バシリコス。まあ、使えるのはヘクトルだけだけど。リアンフレッで、厄介なのはこいつら。といっても行動範囲にも入ってるのはエリエットだけだから。んで、サイレス。ウルスラ。これで脅威はほぼ去った。マーニカティの方が攻撃がダン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 。でも必殺食らわしてもあと一つ二つ残ってんだよな。であとはこっちからリアフレンチ勇者の弓に。で、セーラのハマーンで、バーサーク。で、ついでだ。もう一つの方にも。
上は剣でどうにかなる。でもね、60% の必殺にかけるか。よし。両方当たってくれた。これが通用するか。しょうがねえ、二人はやられるわ。正直しゃあない。ネルス
まあこの代わりにこいつらを撃破できるか否かなんだよな。じゃあまずこっちを落として、リガルブレイド、デュランダルで100、ゲスペンスとかリザイア、殺は大して変わんねえ。3人やられるけれども確実に落とせるっていうレベルのダメージまで与えられる。残念です。まだまだ知りたいことはたくさんあったんですが。この実力じゃちょっと全員残してのここクリアは無理でしたね。まだもう3体いる。こっちからも来るか。いや、こっちはヘクトルでどうにかなってほしい。
要するに、クラスチェンジさせたからってそこまでで、安心してたのが正直。闘技場で、マックスのレベルにしてそれ以降の、クラスチェンジ後の、キャラを、ストップさせたのが、範囲だな、ここまでの。よし、よけてくれた。だからクラスチェンジさせた後、闘技場でマックスのレベルに上げておくことが、やり方としてはめっちゃ正しかったんだろうけれども、それやってなかったかな。であとこいつらの持ってるのはフィンブルとエレシュキガル。でもまだこいつらを倒した上でさらにもう一体いるからな。こいつらを下げて、一気に持ってって倒せるほどの戦力。近づいてくるやつを一体ずつ撃破していくっていう方法しかない。そうそう、当たってもらっちゃ嫌だよ。これ以上応援は出てこないみたいだな。じゃあリンをちょっと
いや、リガルブレードを。リガルブレードでやるでしょ。ギガスカリバー。惜しい、あと2つぐらい。一応ここまで。まあ正直味方3体やっちゃったけれども。よし、移動しないだけでもありがたい。メルガ。アートスカ。見るがいい、この私を、この絶大なる魔力を。もはや言葉は無用、かつての友としてその席を果たそう。勝負になんないだろうし、デュランドル一発でここまで食らうわけ。知るがいい、すべてを忘れ真の力というもの。顔しやこうて、貴様の存在こそ最大の誤算であったな。エリウッド一人であれば耐え尽くしや罰できたものを。だがその誤算もここで消え失せる跡形もなくな。行くぞ。さすがに2連続攻撃はなかったか。
おーはーなんだ、こんなのがあるなんて、もうちょっと、まずっと、まずは私が破れるんだ、このままでは死なんぞ、我が最後の力、絶望に震えるがいい。いや正直今のがあるとは思わなかった。おっと、ニールスが生きてる。実は、ニールス怪我の具合や。僕なら平気だよ。まだ全然だから。無理をしてはダメだ。君は後方で休んでるといい。君にもしものことがあれば、僕はニニアに顔向けできないよ。フェリウッド様。なんだ、まさか。メルカレが言った最後の言葉、このことだったのか。どういうこと？理由がこちらの世界に入り込めば、この大陸を前に帰るまで一月とかからんぞ。何としても止める。止めてみせる。これが、竜か。さあ、とんでもねえ化け物だな。こうして立ってるだけで足が震えてきやがる。まずわしが行こう。竜たちの動きを止める。そこを撃つのだ。なんという力だ。動きを止めるどころか。アト様、近く逃げてください。竜が近づいてきます。ここで踏みとどまる正気はない。ブラミモンド、準備に少し手間取った。よし、皆の力を借りる時だ。ここに集え、神将の力。この光はなんだ一体。ニニャフカーツ、この娘、竜の娘に宿りて魂の復活を。ニニャ、ニニャ、尊き竜の血を持てる娘よ。その力であれらを鎮めるがよ。力が戻っているのを感じ取れんか。ニニア、大丈夫、気を失っただけだよ。よかった、ニニア。竜はまだ一体残っている。この娘のことは私に任せておけ。選ばれし者たちよ、最後の竜を倒すのだ。この世界を救うために。紋章の謎だと、カリュウってのは。ここに光っているけれども。
相手のヒットポイントがどれぐらいかわからん。かっこいいあれがあるか。どうでも一発耐えられねえだと。つまり実質的に攻撃ができるのは37以上のヒットポイントを持つ者のミスナーチヘクトルと、もちろん効かねえ。だからセーラ、じゃあとりあえずここまでにしておきたいと思います。攻撃できるパターンがめっちゃ限られてくる。では失礼します。